同胞、20歳のベリンガムさん、銀河系 CR7 の領域に到達。中途はマドリーデビューから公式戦9試合に出場し8ゴール3アシストを記録。ほとんどのロスが楽でこす銀河系軍団は中途の影響力に及ばない。クリスティアーノだけが彼に対抗する。彼の獲得は将来への賭けだったが、2ヶ月も経たないうちに、彼はマドリーの大スターとなり、誰もが認める主役に。CL アンセム後に少年をハブ、完全にスターの振る舞い。ベリンガムかっけーな。温かささえ感じる。完全にスターやな、すげーわ。ハブされた少年めっちゃ嬉しそう。9試合で8ゴールはエグすぎるペースだな。得点ペースとかロナウドだし、畜生クロースの後継者とかも言われてるし、背番号とかプレイスタイルどことなく時短だし、なんなんやこいつ。てか FW じゃないのに点決めすぎやろ。これでまだ20歳ってのが一番信じがたい。